これは絶対無理。ちょっと外して、あ、黒ポール、うん、黒ポール外したくよ。結構位置合わせをシビアにしてるから、ある状態に入んないと次のモード映んないから、さっきバタバタしてたのは ある角度内に収まらないと次進まないんだけど、その角度に入れてなかったの。ああダメだ、多分これぶつかるので。前より横に転がるね。いい方向に転がった。こうぐらいになるとシュートしてほしいっていう感じだね。自己位置でも取れてるね、はい、今だいぶいい感じでちゃんとゴール分かってる動きになって、全然首とか振ってないのに実は、あーこれは無理かな。でボールが完全にゴールラインを通過しなきゃダメなんですよね。あーやっぱちょっとシビアすぎるんだな。ここで止まってるってことは角度の敷地がシビアすぎてる。次に映れてない。お、入れた。はい、